こんにちは。今日もいい天気ですが、あれね、緊急事態宣言が延長になったんで、本当にね、下部で、近くに行きたいんですけど、今日はこれいいんですけどね、明日はあんまり天気良くないみたいなんですけど、もしかしたら今日ね、ちょっとそんな風な、まあ下部でちょっと練習に行ってみたいなっていう気もありますね。どうか分かりませんけど。明日昼からちょっと超天気が悪くなるみたいなんで、午前中に帰ってくるっちゅう手もあるなというね。今日昼ぐらいから出て、そしてちょっと、のんびりして一泊して、で明日ね帰ってくるっちゅう手もありますね。それやってみようかな。ちょっと道具とかそういうものが、ちゃんとそれでねうまく、テントなんかも買ったやつまだちゃんと立ててそこで泊まったことないですからね。だからちょっとそれをやってみるっていうのは一つの楽しみなんですよね。今までのやつだったらもうずっと長いこと使ってますからね。これも VFR1200X でホイッスル旅っていうのはもうだいぶ、それもキャンプでねだいぶやってますから、だいたいまあ外れはないんですけど、カブっていうのはなんかね初めてだし、ちょっと初めての道具もいろいろあるんで、ちょっとこうやっぱりやってみたいな。今日昼から出発しようかな。今日このウォーキングは午前中なんで、ちょっと久しぶりにね午前中に歩いてますが、あごっていう気持ちいいね。最高です。でさっき言ってましたけど、カブでね、ちょっとこうキャンプに行ってみようかなと。今日ちょっと買い物とかね、そういう食事の案内とかは、夕食のね家族の、それちょっとこの散歩が終わったら買い物行って、その後ちょっとね本当に午前中に出てみたいと思います。しかし今までちょっとこう午前中のウォーキングってあんまりしたことなかったんですけど、気持ちいいなこれ。やっぱこう全体的にやっぱ秋になってきとんな。これはこういうちょっとこう吹く風とかがね、確かに秋の風やね。今日もウォーキング終わりました。距離が 3.3、 そして、ステップ数4600歩ですね。それと血中酸素濃度が 96% ですね。まあまあいいんじゃないでしょうかね。で体重がですね、頑張っておりまして、ちょっと最近ですね、まあ今朝ですけど 70.2kg、 69キロ台までしたいんですけど、まあなんとか70キログラム台まで来ました。はい、ということです。今日まあちょっと気持ちとしてはですね、昼から一泊のカブキャンプに出発したいと思いますが、まあどうなるでしょうかね。はい、以上です。それでは今日もありがとうございました。